様お集まりいただきまして、ハンセン病映画祭の記者発表を、スタートさせていただきます。こちらのハンセン病映画祭、公益財団法人笹川保健財団様 の、主催事業となります。私は事務局を担当しております。一般社団法人ユーラシア国際映画祭の代表理事を務めております増山玲奈と申します。本日は、回復者でおられる森本三王子様にご登壇いただきまして、今回の映画祭に寄せた主催者の思いと、どういった映画祭になるのかを概要を説明をさせていただきます。映画は本日お配りさせていただきました資料にございます。1本、2本、3本、4本、そして新しく今回の映画祭向けに、笹川保健財団が監修して、作ります、ハンセン病ボランティアについてのショートムービーがありまして、合計5本の作品が上映されます。はい、こういった、取り組みはハンセン病に関わる映画祭というのは、少なくともこの日本の中で私映画祭を運営する中でも今まで聞いたことがありませんで、また中山監督など長くハンセン病の映画を撮られていた監督様にも確認をしましたが、今までこういったハンセン病をテーマにした映画祭が行われたという例はないので史上初と言い切っていいと思います。この映画祭を通じてどういったことを実現していきたいかということをお話しさせていただきます。皆様もご存知の通り、日本では第予防法という法律のもと隔離政策が行われてきました。その中で、ご病気であるというだけで人によっては、ご家族から離れて暮らさなければならなかったり、集落から追われたり、結婚や出産といった基本的な人の暮らしを諦めざるを得ないといった方もおられます。こういった日本で起こっていた歴史を今振り返りながら、そしてその歴史を新しい若い世代の方たちに伝えて、全ての人たちが安心して幸せに暮らせる社会というのはどういったものなのかということを、この映画を上映しながら考えていく取り組みになります。初日は1月の23日渋谷のユーロライブという映画館で行われます。初日にも森本、様にもご登壇していただく予定ということになっておりまして、こちらで、映画再びスイングミーアゲインという、鈴木亮平様にご出演されているこちらの映画を若者の街渋谷で上映をいたします。こちらの作品は、監督様、塩谷俊監督がお亡くなりになっておりまして、ですのでこういった形で上映を再びするということはすごく、なかなかなかったことなので、良い機会だと思っております。また、映画をご覧になっていただいた後に森本様にもリードをしていただきながら若者たちに登壇していただきまして、高島裕太さん、インドネシアでハンセン病の支援活動をしておられる高島裕太さんや檜山大輔さん、インドで NPO 法人を立ち上げながらハンセン病の支援を、患者様の支援をされている檜山さんという若者の方にも登壇していただきまして、この今はない塩谷監督の思い、そして森本様を代表される回復者の皆様の思いを若者と一緒に感じて、そして考えていくという取り組みになります。渋谷では1月23日、そして2月の21日の2日間
の上映を考えております。また本日、この多摩地域で記者会見をさせていただいているんですが、2月の21日、こちらは国崎テトラさんというアースデーやピースデーというアクションを立ち上げられた、構成作家の方が2月のモデレーターとしてご登壇いただきます。こういった渋谷での若者とシェアする取り組みの後はですね、多摩地域で上映を行います。2月の23日、東村山の国立ハンセン病資料館で開演が1時からとなっておりますけれども、こんにちはキムテグさん、ハンセン病問題から学んだことというこちらの作品を上映いたします。トークゲストは現在大学生となられた後藤瑞希さんで、この後藤さんが中学生の時にハンセン病の回復者のキムテグさんとの交流のことを描いた作文が当時大臣賞という賞を、受賞されたことからこのドキュメンタリー映画が作られたんですけれども、こちらの映画を上映した後に後藤さんのトークを行います。また、2月の24日、月曜日、祝日の月曜日には国立ハンセン病資料館にて、この不朽の名作砂の器の上映を行います。また、3月の29日には日本財団ビルにて、1時半より熱い壁という作品の上映を行います。こちらの熱い壁は、監督の中山節夫監督、元気で活躍されておりまして、監督自ら作品への思いをお聞きすることができます。またこういった映画の上映の取り組みをしながら、このハンセン病の、ボランティア活動をしている若者たちへ、インタビューを行いまして、どういった思いでこの映画祭を受け止めているのか、またなぜボランティアをしているのか、これからどういったことを将来に向けて考えていきたいのかといったインタビュー動画を、撮影しまして、毎回、ショートムービーが少しずつバージョンアップしていくという形で、こちらのショートムービーは毎会場にて上映され、少しずつバージョンアップしていくという内容になっております。未完の作品を観客の方にも見ていただきながら、観客の方と一緒に作り上げていく映画と考えておりまして、どうすればハンセン病の回復者の方が体験されたような、状況を作らずに、みんなにとって良い社会が作れるのかということを、ただ観客の方も見て終わるというだけではなくって、感じたことを私たちのウェブサイトに書き込んでいただいたり、 SNS で発信していただいたり、またボランティアを常時募集しておりますので、じゃあちょっと気になったから次の映画祭にはボランティアとして参加してみようという形で入っていただきながら、どんどん盛り上がっていったらいいなというふうに考えております。私からは簡単にまずこちら のご紹介をさせていただいたんですけれども、森本さんからも今回の映画祭に向けての、コメントをいただけますでしょうか。はい、どうぞ。今、この計画を初めて聞いてですね、私こんなもう82年のハンセン病を経験していますけれども、こんなふうな形でやるのは初めてですね。だからとても感動しておりますし、まず何から喋っていいか分からないぐらい、頭なんかいっぱい詰まっています、で、その若者たちがですね、なぜこのハンセン病についているのをバンチャーしているかと言いますとね、やっぱハンセン病問題っていうのは、例えば医学の問題とか、あるいは人権の問題とか、あるいは教育の問題とか、どの部分から切り取っても訴訟になれるようなテーマをいっぱい持ってますね。ですからそういう意味でも若者たちがこのハンセン病を勉強することは、将来の日本にとっても非常に意味があるなと
私いつもあの若い人たち期待しながら若者たちと一つずつ接触してきました。これもあのいわゆる、まあ、年を取られた方々は未だに偏見や差別をかなり持ってますんでね、今の若者たちはもう頭真っ白で安全面全く知らないということが、例えば ある意味で幸いでね、新しくこう勉強することでもう 彼らからすればちょっとカルチャーショックみたいなのを受けるんじゃないかと思うんですが、そういう歴史をしっかり学びながらね、日本の社会のあるいは世界に向けて彼らが活躍していくことを私は期待もしております。まあ、コメントはこの程度でいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。はいはい、あの森本様は、普段からハンセン病のボランティア活動をされている村松、翼さんというあの方と交流があったりですとか、はいはい、交流の中から若者を育ててくださっております、森本さんにサポートをしていただきながら、この映画祭が取り行うことができるのを本当に嬉しく思っております。回復者の皆さん平均で85歳以上となります。どういった人生を歩まれて何を感じられたのか肉声でお聞きできるというのは本当に貴重な機会であると思いまして、私も事務局として若者たちを裏からサポートしながらいい映画祭になるように努力いたしますので、ぜひメディアの皆様もこういった取り組みをご紹介していただけたらありがたいと思います。また笹川保健財団様は1974年より海外でのハンセン病の患者の方々への支援活動を行っておりまして、ヨーロッパ、中南米、アジア、アフリカと、合ってますね、はい、の国々での支援活動を続けておられます。こういった笹川財団様とこの映画祭という形で、一緒にできるということを、大変ありがたく思っておりまして、森本さんがおっしゃってくださったように、ここから海外で広く活動する若者たちを育てるといった思いでこの映画祭盛り上げていきたいと思っております。記者の皆様からご質問がありましたらお答えいたしますので、ぜひお願いいたします。ショートムービーですよね。はい、最初はその海外で活躍されている反省病の支援をやっていらっしゃる若者等の政府ですとか、はい、あと、学生ボランティアさんと、はい、回復者の方々との、まあ、交流ですとか得られたものが上映されて、はい、で会を追うごとに、はい、その会場の様子ですとか、はい、その会場の手伝いをしている、はい、ボランティアの方たちの様子が加わっていくというようなイメージで一緒に、はい、そういったイメージで考えております。またマツコデラックスさんからも先日すでにインタビューを終えているんですけれども、今回の映画祭に向けてこちらのショートムービーに、ご出演をコメントをいただいておりまして、マツコさんのコメントも、23日の、上映に間に合う形で、上映を、予定しております。またドキュメンタリーですので、どういった作品になるかは今全部決まっているということではないんですね。初日を、終えた後にさまざまな反響が観客の方からあるかもしれないですし、そこで回復者の方から何か反応があったりとか、何か、そこでひょっとしたら何かハプニングが起こったりすることも盛り込まれるかもしれませんし、今の段階ではどういった内容になるのかは私自身もわからないです。で、監督はですね、シュートさんと言います。プレスリリースの方に入ってなかったですかね、シュートさんというですね、じゃあメールで後でお伝えいたします。 HYUTO と書きまして、YouTube やそして各企業 のコマーシャルなどを作っている24歳の、若手映像クリエイターが、監督をいたします。彼がその場で感じたことを盛り込みながら作品が、
仕上がっていくと思いますので、どういった作品になるかをぜひご注目ください。17日厚生労働省記者会にて周東監督も来られまして、その作品についてももう少し内容を深めた形で記者発表も取り行いますので、もしご興味がありましたら17日午後3時から厚生労働省の記者室での記者発表にもお越しいただけたらと思います。17日にはマツコデラックスさん のコメントのバージョンの映像もお見せできる予定です。今最初の後藤瑞希さんのバージョンが一つ仕上がっておりますので、こちらを記者の皆様に見ていただいてもよろしいでしょうか。ちょっと私のパソコンからなので音声がちっちゃいかもしれないんですけれども、すごい新しい感覚でハンセン病に関わることがかっこいいことだなって思ってもらえるような作品にしたいと考えております。こちらになります。見られますでしょうか。すごい音ですね。何が起こっているのでしょうか。セントラルヒーティングかな。エアコン、一緒に止めましょうか。HDMI があったらそこにつけるけど、私も今日は持ってないので、そうですね。ちょっと今その空調のタイミング、入れ替えのタイミングみたいなのがすぐ止まるんです。ショートムービーはいろんな方 の思いやコメントを含めて深めていく作品なんですが、まず第1弾としまして、このこんにちはキムテグさん の主人公、そして原作を作られた、今、大学名って言っていいのかしら。いいですか。大学名に早稲田の大学生である後藤瑞希さんに、このハンセン病のボランティアに関わった思いをお聞きしましたので、こちらの、動画をちょっと待って。大学4年の後藤瑞希です。広島から東京に来て今東京に住んでいます。私は中学1年の時から長島愛生園というハンセン病療養所にずっと通っていました。そこで回復者のキムテグさんという方と出会いました。私はキムさんとの出会いがきっかけで自分自身と出会う時間を取りました。ハンセン病患者の中には病気の後遺症で自由に見てもらいますし、話す時に迷惑されてしまう方がキムさんもそうでした。私は強く強く呼ばれをすることができる自分の中にある心と頭ではそれくらいだと思ったんですけども、次回キムさんの前に立つとそれができませんでした。キムさんは誰とでも負けられなく優しい方でした。正しく知って正しく行動する、それが人生でした。交流して私が感じることは、回復者の方々と直接話をする、その手を握るっていうのは今しかできないことです。だから今奥さんの方に発言をしたいと思ったんですけど、今一緒に優しくしましょう。ハンセン病診療はい、これはハンセン病映画祭のホームページで既に公開をしております。これは初日の再びの映画の予告編なんですが、よかったらこちらもご覧ください。Thank you.
そう、これがショートムービーの元に。あ、この再びの予告編はギャガさんから今この記者会見用にお借りしているので、前段のこの後藤さんの部分がショートムービーになります。パックアップこの海外の写真を。ボランティアっていうのはどういう形で募集されたんですか。今もともと、あ、じゃあボランティア話したいなと思ってですね、よろしかったらこちらに来ました。彼が割とですね、学生時代から自身のハンセン病のボランティアをやっていた。自己紹介です。あ、そうです。そして自己紹介。笹川保健財団さんが君と申します。広報担当しております。今日はありがとうございました。ですね、ボランティアなんですけれども、当方もともとですね、実を言うと若者が、ハンセン病の回復村に行って、ワークとキャンプなんですけど、そこの村の生活環境を改善、環境を改善しながら、キャンプをしてハンセン病の方たちとの交流をするというような活動を長年支援を続けておりまして、ですね、それが今中国ですとかインドネシア、インドで展開されるまでになっております。で、実を言うともうその一つの団体は中国で NPO の法人格を したりですとか、インドの方では日本で NPO の法人格を したりですとか、相当成長してきておりまして、で、こちらの職員の日高なんですけれども、日高はやはり私実を言うと彼が学生の時から知ってまして、彼は学生の時にミャンマーですとか、もともと中国で、そういうバックキャンプというのを通してボランティア活動をずっとしてきてまして、その時から、次ミャンマーに行きたいんだけどなんとかつないでくれませんかとか、そういうことを言ってくるずうずうしい子がいるなと思ったら、今それが彼でここで活動しております。で、そうですね、彼ら自身がすごく森本さんとの交流もしておりますし、あとは現地で本当に言葉もあまり通じない中で身振り手振りで筆談でこう話をしたりとか、片言喋れる子を通して話をしたりですとか、非常に柔らかい心でいろんな子たちとこの活動を共にする中で、すごくいい体験をしてきて成長してきてるっていうことがあります。で、そういった子たちが今回そういうワークキャンプに参加している子たちが割と多く、今回の映画祭や新科学とシェアキャンペーンなんかにもボランティア活動として参加していただいていることがあります。で、先ほど増山さんの方からご紹介いただきましたように、1月23日の渋谷のユーロライブではそのインドでワークキャンプをしている檜山さんという方と、それからインドネシアでワークキャンプをしている、高島さんという方が登壇していただくということになっております。新科学とキャンペーンということについてちょっと考えたいと思います。新科学とシェアキャンペーンというのをそこでご覧いただけるかと思うんですけれども、実は私は2015年からですね、シンクナウハンセン病というキャンペーンを実は展開しておりまして、それがどういうきっかけかといいますと、日本財団さんの方で2006年からずっとですね、ハンセン病の差別撤廃を世界に向けて発信するというグローバルアピールというイベントを続けてまいりました。で、これはですね、世界の例えば医師会ですとか放送会ですとか、あとはですね、科学者団体の皆さんですとか、割とその世界に対してこの発言力のあるような方たちを巻き込んで賛同いただくことで、ハンセン病の差別を世界レベルで撤廃していこうというような活動を続けておりまして、で、それが2014年15年と日本で行われました。で、2015年の時にもっと国内でも、ね、そうですね、15、16回の15、ごめんなさい、1年、年度がずれちゃった。その時にシンクナウハンセン病というキャンペーンで、国内でももう少しこのハンセン病に対する、皆さんのこの気持ちをこう知っていただこうというようなキャンペーンをずっと展開しておきまして、で、実は今年パラリンピック、オリンピック・パラリンピックがございます。で、2020年は、日本、あ、
ャンペーンの主要なまあ、メンバーがですね、このもっと何かじゃあ今回新しいことができないかということで、まあ、その2015年の時はただ考えるだけだったんですけれども、今回はそれを一歩進めて、それをまあ、悪としてでシェアしていこうではないか、そういうキャンペーンを次々と展開していこうではないかという趣旨でですね、シンク・アクト・シェアキャンペーンということで今展開しております。で今回のこのハンセン病映画祭なんですけれど もうこれもまあ、シンク・アクト・シェアが全部入っているものになってまして、ただ映画を見るだけではなくて、それをまあ、皆さんで、まあ、その続くトークショーですとか、まあ、ボランティアの方々でこう話し合ってこの考えをシェアする場を持ち、でさらにはまあそのボランティアの方たちのそういった動きを見ることで、それをまあ、増山さんなどが SNS で拡散してくださったりして、まあ、広くシェアしていく、そういう皆さんハンセン病を通して世界につながっていくというか、そういうような活動にできればいいなと思っております。補足、はい、森本さんは、インドにこれから登壇する高島さんだとか、インドネシアの高島さんだとか、インドの檜山さん、2人とも登壇いただく若者が学生の時にですね、海外に行くっていうところをすごく後押し、もちろん精神的にも、まあ、金銭的にも非常に後押ししていただいて、まあ、僕自身も非常に後押ししていただいて、まあ、若者が日本でインドとかインドネシアに行くと今度日本の状況を聞かれるんですね。日本のハンセン病の回復者はどうしてるの、そういった時に今度森本さんの話を聞きに行こうとみんなで聞きに行って、資料館を案内してくださったりだとか、自宅に招いていただいて一緒にご飯を食べたりとか、そういう交流をずっと続けてまして、その関係から今回森本さんに一緒に登壇いただくということです。でそのさらにですね、今回のボランティア、参加してくれるボランティアは今参加が申し上げた通り、まあ、この2人の後輩たち、彼らを見てさらにその今度インドネシア行ってみようとかインド行ってみようっていう、まあ、ハンセン病の隔離されている場所なんですごくハードルは高いんですけど、まあ、そういった先輩の姿を見て、活動してみようという子が今度また日本でボランティアとして手伝ってくださるということで、海外だったら日本のハンセン病の回復者の方から学んで、それを今度将来の経験に生かして、自分も、まあ、ハンセン病のことをに関わっている、継続的に関わっていこうという、ことをやっている方がボランティアで、でそのボランティアを見た今度新たに来た学生さんたちが、またさらに新たに、行動だったり、それを行動した結果シェアをしようという思いでキャンペーンを始めています。以上です。いつも森本さんありがとうございます。すいません、最初のところから教えていただきたいんですが、この映画祭はいつもそういうふうに、まあ、ちょっと佐々木プレゼンターのファールもあるようですけども、はい、どこら辺から、まあ、企画をされたんでしょうかね。ですとかね、企画ですか。企画は7月ぐらいでした。昨年です。そうですね、昨年の7月、まあ、話自体は、はい、一番初めの実は2015年の、グローバルアピールのキャンペーンの時から映画祭をやりたいという話は財団の方であったんですけど、まあ、ちょっとそれが実現できなくて、今回また日本に来たタイミングで、はい、そういう映画祭ができないかっていうので、まあ、ちょっと増山さんとお話しながら、去年の7月ぐらいですか、はい、グローバルアピール2020の中の、まあ、全くそのうちの一つの、イベントということじゃなくて、独立したイベントとして考えられているということで、まあ、リンケージはあるとは思うんですけども、まあ、それが一つのきっかけになって、それで、まあ、映画祭を作ったという、映画祭を、まあ、構成したということでよろしいですか。シンクアクトシェアハンセン病キャンペーンというの中に、まあ、グローバルアピールですとか、うん、このラウンドテーブルですとか映画祭とか、うん、講演会っていうものが、うん、なりました。それで今回は、まあ、一箇所でたくさんやるというのではなくて、まあ、いろんなところでやっていくということで、はいはい、一応、これに対
して、まあ、例えば1回目 の審議上げに関して、審議上げに関しては、まあ、トークショーがくっついた形というか、まあ、森本さんからお話があると。はい、それから、まあ、派遣の業の方、企業家の方のものに関しては、はい、そういう形でも、イベントをくっつけたような形で、はい、それで、まあ、アピールというか、はい、まあ、これからの感染病法について考えるという形の、はい、まあ、形のイベントみたいな形が連続して行われるというのがイメージです。そうですね。映画をご覧いただいた後に、それをシェアする場として、はい、トークショーであるとか、また会場からの質問を、お受けするという形ですとか、そういった場を設けていきたいなと考えております。あと、それから入場は基本的には無料ということでよろしいですね。はい、入場は無料となりまして、会場にて、特に渋谷の会場で、海外のハンセン病支援、についてのチャリティー、募金活動も行う予定となっております。これ当日、直接行きたい人は会場に行けばいいんですか？事前にホームページよりお申し込みもできますので、申し込みをしていただいた方がよりありがたいです。